お願いします杉尾秀明君午前中に引き続いて質問させていただきますあの新型コロナウイルス拡大に伴う経済危機というのは甚大でございましてコロナ禍においては所得が低い人ほど大きな打撃を受け所得格差が拡大しているというのはこれは周知の事実でございます先ほどの質問にもありましたけれどもテレワークそれからデジタル化の推進では環境が整った大企業とそうでない中小企業また 正正規規雇雇用用者者と非正規雇用者など格差の拡大も指摘されております、まあ、そうした中で、政府が進めようとしているデジタル改革も同じことだというふうに思っておりまして、その意味では、誰一人取り残さないデジタル社会の実現というのは、単なるお題目になりかねないということなんですが、そこで平井大臣に伺いますけれども、デジタル改革がもたらす格差拡大の恐れ、これについての大臣の認識をお伺いします。平井国務大臣 あのこの格差の拡大っていうのをその容認してしまいますと、おそらくその中国のような状況になってしまうんだろうと思います。でアメリカもやっぱりそのデジタル化はやっぱりその格差を生むということは、いろいろな所得の階層を見ていても、私も感じています。日本ではそういうういいことが起きないよににするために そのしたいという思いがこれは誰一人取り残されないというところに生きているわけでございますその意味で格差が広がらないようにアクセシビリティをちゃんと確保しながらそしてまたまああらゆる人にいろいろなチャンスが与えられるようなデジタル化を進めてまいりたいと考えております、はい、杉尾秀也君、はい、問題意識は同じです、うん、そこで今回の一連のデジタル改革がその配慮は デジタルデバイドに対してです、ね、本当に十分なのかということはないこれについての大臣の見解はどううでしょうか平井国務大臣。あの基本法案では、誰一人その取り残さないデジタル社会の形成に関して、さまざ、あ、まな要因によるその情報の活用等の機会、または必要な能力の格差是正が必要とされ、 こうした情報の活用の機会等の格差が生じないよう、必要な措置が講じられる旨を定めており、ま、デジタルディバイドの対策にしっかり取り組んでいかなきゃいけないというふうに思っています。ま、そのために、その、高齢者とか障害者とか、ま、住んでる場所であるとか、あの、所得であるとか、ま、いろんなことが、その、要因になりうるので。 そそういううういいいいここととににに細やかに対応ししててきたいというふうに思っております、まあそしてあの,このデジタルはあくまでも手段であって、目的はやっぱり国民のより良い生活ということを考えますと、このデジタルその技術がまあ社会の裏で動くことによって、多くの皆さんにそのメリットがある、恩恵が届けられるというふうに思います。 まあ私はもう、その究極的に目指しているのは、まあ、デジタルを意識しない便利でその安全な社会というふうに思います杉尾秀の法律にもその趣旨は書いてございます。で、今回の質疑でも、まあ、しばしばそういう答弁をされているということは、私も十分認識しておりますけれども。 具体的にはそれをどういうふうに実現するのかということがです、ね、今回の法案審議の中でも、具体策はよく見えなかったんですね。でそのうちの一つに挙げられているデジタル活用支援員制度。 これあの昨年度はですね全国11箇所で実験をやったというふうに聞いております、まあ、今年度は1000箇所の予算がついていると、こういうことなんですけれども、果たしてこのデジタル活用支援になるもので、これで例えば高齢者であったり,あったりとか、地方にいらっしゃる方とか、この本当にデジタルデバイト対策にこれが決め手になるのか、これしかないんですよ、これまでの答弁の中では、いかがでしょう総務省官房審議官、ヘンリー聡君。 デジタル活用支援の取り組みにつきままししてお答えを申し上げます内閣府の世論調査によりますと、70歳以上の高齢者の方の6割が、スマートフォンなどの情報通信機器を利用していないという状況がございます。こうした状況を踏まえまして、高齢者などのデジタル活用への不安の解消に向け、総務省では、携帯ショップなどの事業者や、地方公共団体と連携し、特にオンラインによる行政手続きの利用方法に関する、えー 講習会を行うなどのデジタル活用支援事業の推進に取り組んでいるところでございます。昨年度は全国11か所で支援の基本的な枠組みについて実証を行ったところでございます。その成果といたしまして、教えやすく、また受講者にとって理解しやすい教材ですとか、支援員の育成を図るための研修手法、講習会を効果的に実施するためのマリアンなどのモデルを作成したところでございます。 本年度からは、昨年度の実証の成果を踏まえ、全国的に講習会を開催することで、多くの高,高齢者等がデジタルを使いこなせるように、知識やスキルの効果的な習得につながる取り組みを進めてまいることとしております。本年度事業の実施箇所数,数や参加人数の規模等につきましては、現在、計画を作,中作成中でございます。確実に成果が得られるよう、計画的に事業を展開してまいります。 えー、総務省としてはあ、えー、適切な支援が行き渡るようお、取り組みの充実を行ってまいります、はい、杉尾秀也君全国1000カ所でやったって、47都道府県で、一自治体1、1都道府県あたり20カ所とか、そんなもんですよ。こんなことでデジタルデバイド対策やってますなんて、本当に胸張って言えるんですか。で現に今その新型コロナワクチン 接種をめぐっっててて相当混乱しまますす高齢者の方困ってますよつ、ね、ながらない、電話がつながらない、ネットのやり方がわからない、ようやくつながったらわかったんだけども、書き込みの仕方が非常に難しいと言って、ですね本当に困ってらっしゃる、こういう身近な問題一つ一つから大臣、片付けていかなきゃいけないんじゃないですか、どうですか平井大臣。<laughs> あの今言った新型コロナワクチンの接種の予約に関しては、私もいろんな方々からいろんな指摘を受けております。あのまあ、はっきり言って、これはも,うもっと準備ができていれば、こうはならなかったというふうに思っておりますし、あのまあ、デジタル庁を創設したという一つの理由だと思っています。でこれ、やっぱり各自治体に任せてしまっていて、 はっきりとこういうその、まあ、あの緊急時に十分なその対応できるリソースがなかったということだと思っていて、心当たりのことは今回、われわれ VRS というシステムを開発する中で、十分に意識しているところでございます。であのやはり、これ、人が人を助けるということを、同時にその用意しておかないと、デジタル社会、 を健全に進めていくというのは、デジタル社会の中だけで完結しないということです。ですから、あのデジタル社会を進めることによって、窓口業務等々がやっぱりこの軽くなる部分もあるので、そういう方々にそのマンツーマンでその人を助けるというような仕事についていただくというのも一つの方法だと思いますし、あのエストニアのデジタル化の過去の歴史を振り返ってみても、 やっぱりその一気に進んだわけではなくてそこで社会全体多くの方々ができない人を助けようというふうに思い始めてそういう方々が活躍されて進んだというふうに聞いておりますえ、日本もそのようになればいいなと考えております杉尾、はい、平君、はい、いいなではなくてそういうふうにしてくださいそれと今その人が助けるという話だったんですけれども まあ今回、その地方行政もですねオンライン化を進めるということなんですが、こうしたことの進展で、窓口業務がですね例えば無人になったり、省力化されたり、それから自治体職員の削減につながるのではないか、これは自治労なんかのあたりもですね懸念を示されています、これは自治体関係者の間からもそういう声が上がってますけど、こういうことはないですね、どうですか平井国務大臣あの。仕事の内容が変わるというケースはあると思います。 ですから今までその過去ずっとその続けてきた窓口業務というものも、業務の見直しの対象に当然なっていくんだろうと、でその市民側から見れば、まあ、国民側から見れば、新たな選択肢が増えるわけですね、まあ、あの行政手続きに関して。まあ、そうなりますと かつてのやり方以外に流れる方々がいらっしゃるので、そこの人員はやっぱり少なくなっていくんだろうと思います。しかし、あの基本的にそれによって、その職員の削減を目的のためにやっていることではございませんので、そういう方々にあのハイタッチで、人が人を助けるということが、さらに行政サービスの向上につながると思っておりますので、 全体として行政サービスの向上を目指したいと、そのように思います、はい、杉尾平君。私もそれを望みます。で、午前中の質疑、それから先ほどの田村委員の質疑にも通じるんですけれども、保険証との一体化、免許証との一体化、これ、突き詰めれば、ですね先ほどそのオフラインという話がありましたけれども、マイナンバーカードの万能身分証明書化を狙ったものだと、こういうふうにも受け取れるんですが、どうでしょうか平井国務大臣。 あのこの万能身分証明書というのが、ちょっとよくその詳細を承知しておりませんが、あのまあ、マイナンバーカードはマイナンバーと違ってです、ね、官民において分野を問わず、幅広く活用することが可能です。でカーロに記録されたその電子証明書を用いて オンラインでも確実な本人確認を行うことができる、まあ、最高位の身分証明書であると思います。でまあ、各種手続きをオンラインで完結できる、安全安心で利便性の高い、いわばデジタル社会のパスポートのようなものであると思います。で安全で安心なデジタル社会をつくっていくためには、そのオンラインで確実な本人確認を可能とする、マイナンバー カードというものは、まさにその基盤だというふうに思っておりまして、あの全国民に行き渡ることをその目指して、そのこれから取り組みを進めていこうというふうに考えております。あのこのマイナンバーカードについてはですね、IC チップには、電子証明書とか、とか本人の基本情報が記録されているわけで、 それ以外の情報は入っておりません、それでまた、カードを紛失してもです、ね、24時間365日体制のコールセンターに連絡することで、その機能が停止することもできますし、今回の IC チップは、不正に情報を読み出そうとするとです、ね、すぐ壊れる仕組みになっておりますので、 基本的な個人情報保護には十分配慮をしているということだと思います。で、あの健康保険証とか運転免許証の,その一体化っていうことに関して言えば、これはもう国民の利便性の向上と、本人確認機能のさらなる向上を目指しているものでございます。はい、茂秀也君日本最最高位の身分証とといいうう表現をでですすね最近になって使い始めたと思うんですが 資料をお配りしましたけれども、平成27年5月鑑定、IT 総合戦略本部マイナンバー等分科会に提出された資料によりますと、マイナンバーカードのワンカード化の促進というのが大目標として考えられておりまして、今言った運転免許証、それから健康保険証など以外にも、ですね先ほどあの国家資格で出てきました、医師免許、教員免許、学歴証明等々、いろいろ並んでおります、具体的な項目ですね。 まあ時期的にはずれておりますけれども、基本的にこのロードマップに沿った考え方というのは、現在も踏襲されているということでよろしいんでしょうか平井国務大臣。委員お配りのこのロードマップというのは、私もこれ、何度も,もう拝見させていただいたし、自民党で当時担当のときに、同様の提言もさせていただいたということだと思います。あのまあ スケジュール的にはだいぶちょっと遅れてしまったこともあるし、えーまあ、この資料の考え方についても、引き続き、えーまあ、生かされているというふうに思っております。はい、そこで、ここに書かれているクレジットカード、キャッシュカード、デビットカード、こうしたです、ね、金融系のカードも含めたワンカード化の促進というのは、これは念頭にあるんですか、今もあるんですか。平井国務大臣 あのワンカード化の促進というのは、当時、自治体の,そのまあ図書カードであるとか、その他のカードとの一体化みたいな話はありました。で、この時のその公的個人認証の活用ですが、IC チップの公的個人認証の活用によって、マイナンバーカードをそのクレジットカードやキャッシュカードなどとして利用するまあワンカード化。 といいうももののの促進が提案されていたものでありますであのマイナンバーカードは民間サービスにおいても利用可能であって、これまでオンライン証券やオンラインバークの口座開設とか、住宅ローンのオンライン契約などにおいて、オンラインでの本人確認のためのマイナンバーカードの利用が進,め進んでいますで。現在のデジタルガバメント実行計画では、クレジットカードやキャッシュカードとの一体化について、 具体的に定めておりませんが、カードの普及に伴って、民間サービスでの利用ニーズも高まると考えておりまして、今後、民間サービスでも幅広い分野におけるカードの利活用の促進が 促進に取り組んでいいいきたいと考えています君、はい、時間になりましたけれども、本来、マイナンバー制度、マイナンバーカード、税と社会保障の一体改革の推進が目的でありまして、今回の一連の法案もそうなんですけれども、どうも、ですねその火事場泥棒的に見える、いろいろなものを一気加勢にこの際進めちゃおう危うさをして指摘させていただきまして、質問ありますありがとうございました たくみくん。